今日は試乗会のお話です。今週末からこのフォッシルスノーボードの試乗会がスタートしますので、そのスケジュールだったりとか、詳細なんかをお話ししたいと思います。それではスケジュールをお伝えする前に、今シーズンの試乗会の特徴を一つお話しすると、基本的に今シーズンは日月のスケジュールでやります。試乗会を一般的に試乗会とかっていうとね、大体なんか土日で開催してるっていうイメージあるかもしれないんですけども、やっぱりそうするとね、どうしても週末休めないって方も結構いらっしゃると思いますので、そのためにも1日平日絡めようっていうことで、今シーズンは基本的に日月のスケジュールでやります。ただ週によっては土日だったりとか、それ以外の曜日でやることもありますので、この辺ちょっとお間違いのないようにお願いします。それと今シーズンこれから試乗会いろんなとこ回るんですけども、もしね試乗して気に入っていただいて、もうすぐ欲しいって方いれば、フォッシルスノーボードの方は今期まだ販売できるボードもいくつかありますので、その場合はフォッシルスノーボード販売していただいているお店さんに連絡をするか、あとは僕の方に直接行っていただいてもいいですし、僕の運営しているウェブストアの方から直接購入することもできますので、やっぱりスノーボードの板購入するときは実際に乗ってね試乗して確かめるっていうのが一番ベストだと思いますので、ぜひね試乗会来ていただいて、でそうすれば全ての会場で僕いますので、またそこでいろいろ相談していただければいいなと思いますので、まずは会場に足を運んでください。それでは試乗会のスケジュールなんですけども、まずは今週末ですね、1月の15、16日です。これは日月ですね。これは福島県の星野リゾートアルツバンダイでやります。で会場はアルツエクスプレスのリフト乗り場付近ということなんですけども、これはもう本当ゲレンデ来ていただいて、もうすぐ正面のリフト乗り場なので、テント張ってやってるのですぐわかると思います。で時間は9時半から3時ぐらいまでっていうことで、朝はもう準備ができ次第すぐに貸し出ししますので、もしね早く来られた方いれば会場の方にちょっと顔出しに来て、何時から乗れますかみたいな感じで聞いていただければ、準備でき次第ねどん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 貸し出しますので、朝ねなるべく早いうちに乗っていただいた方がゲレンデのコンディションなんかもいいと思いますので、はい、僕らもなるべく早めに行って準備できるようにしますので、ぜひねこちらも来てください。それで次が1月の22、23ですね。こちらは長野県の野沢温泉スキー場でやります。で野沢温泉スキー場の会場は新長坂ゴンドラっていうね、新しくできたすごい綺麗なゴンドラなんですけども、あのゴンドラを乗っていただいて、ゴンドラ降り場のすぐ近くのエリアでやってますので、こちらもゴンドラ乗って上がってきていただければすぐわかると思いますので、でこちらの野沢温泉も朝9時半から3時ぐらいの予定です。こちらも準備でき次第って感じなんで、朝一番滑り来た方はぜひねまず会場に寄ってみてください。そして次が1月の29、30です。こちらも日月ですね。こちらは群馬県の川場スキー場でやります。で会場は川場シティっていうゲレンデに出る前の建物ですね、レストランとか売店とかがね入ってる建物の8階です。8階の建物の中でやってます。これはゲレンデではなくって建物の中でやってますのでね、なので結構ね川場さんでやらせてもらう時って建物の中でやるので、休憩の間とかね、なんかそんな時にでも気軽に来て、ちょっとボード見たりとかね、僕とちょっとお話しするとかっていうのも全然気軽にできると思いますので、ぜひねこちらも利用してください。こちらも同じく朝9時半から3時ぐらいまでの予定になってます。そして次が2月の4、5でやります。でこちらは土日になってますので、ちょっとねそれまで日月日月で来てるのでちょっと間違えちゃうかもしれないんですけども、2月の4、5は土日開催です。でこちらは富山県の立山山麓スキー場っていうところなんですけども、この時は極楽坂バンクドスラロームっていうバンクドスラロームの大会をやってる会場で試乗会をやるんですよね。
なので他のメーカーさんもいくつか来るんですけども、その大会やってるコースの上の方でね、おそらくやってると思うんですけども、ただ別にね、大会出場してるとか全然関係ない方とかでも来ていただければもちろん試乗できますので、ぜひねこちらも利用してください。でね、時間の方がちょっとね、まだ大会の運営のスケジュールが出てないので、まだ何とも言えないんですけども、まあだいたいそんなに変わらないと思います。まあ9時とか9時半とかからっていう感じになると思いますので、こちらは2月の4、5の土日開催になりますので、よろしくお願いします。それで最後に試乗会の注意事項なんですけども、まず試乗自体はどなたでも利用できます。そして試乗会利用は無料です。無料でどなたでも試乗することができます。ただリフト券だけは各自用意してきてください。であと試乗会の利用なんですけども、ご自分のバインディングを持ってきてうちのボードに付け替えるっていう形なので、まあね、滑ってるそのまんまボード持ってきていただいてもいいですし、まあ中にはね、もうほんと試乗会目的の方だとバインディングだけこう持ってきてくれる方なんかもいるんですけども、必ずご自分のバインディングを持ってきてください。でバインディングは 4x4 しか対応してませんので、 4x4 バインディングを必ず持ってきてください。あと、まあ、この辺はね、ちょっともうどうしても仕方がないところだと思うんですけども、まあ、天候だったりとかによっては、まあ、時間変更だったりとか、まあ、最悪の場合ちょっと中止とかね、時間短縮みたいなこともあるかもしれませんので、まあ、その辺は僕の、まあ、SNS 関係とかね、チェックしておいていただければ、情報すぐに発信するようにしますので、その点はご了承ください。そんな感じでいよいよ試乗会スタートするんですけども、僕はねこの試乗会やるのはねすごい好きなんですよね。やっぱりゲレンデに行ってね、で直接いろんな人たちとこういろんなスノーボードのお話するっていうのはねすごい楽しみなので、だからこうやってね YouTube 見ていただいたりとか、まあ僕の情報をねどっかからこうキャッチしてくれてる方でも、まあなかなかねちょっと聞きたいことあるんだけどコメントしにくいなーなんて方もいらっしゃると思うので、まあそういった場合はもう直接来ていただければもう何でも聞いていただければ、まあ僕もそうやって皆さんからねいろんなこう話聞いたりとかするのが好きなので、もうその時はねもう遠慮なくいろいろ聞いていただいて、僕もなんかこうスノーボードの熱い話をね皆さんとするのが楽しみなんですけども、まあ僕だけはもしかしたら熱くなっちゃうかもしれないんですけども、そんな感じでねもう何でも、まあボードのことでもいいですし、あとはねこういうワックスのことなんかも、まあ、僕は大体試乗会場にはドミネーターワックスのアイテムもいくつか持ったりとかしてるので、まあその辺もねの言っていただければ、ブラシだったりとかね、まあちょっとしたワックスなんかも紹介しますので、ぜひまずはスケジュールを開けてどこかの試乗会に必ず来てください。はい。お待ちしていますので、よろしくお願いします。